今回は有限ハンドガンで G 第3形態を討伐します。今週のウィークリーチャレンジが重火器を使うなですので役立つかもしれません。とは言ってもここまでにハンドガンの弾を温存するだけです。無限ハンドガンと何も変わらないです。ただ普通と本気モードの時に目玉から外さないのを気をつけるぐらいですかね。ハンドガンの弾はここまでに150発ぐらいあればこのステージに100発あるので足ります。ハンドガンの弾はいつ取ってもいいです。無限ハンドガン動画もありますのでそちらも見てください。 G を倒した後今回は40発ほど残っています。この後 EB2 体をかわさなければいけないので2発は必ずいります。まあ10発あればいけますね。ハンドガンの弾回収時にやられないように普通モードの時は向かって左を通り抜けてれば G の攻撃は当たりません。立ち上がったら距離を離す、これだけです。弾の温存ですが G 第1形態後から貯めて150発ぐらいです。結構ゾンビは倒しています。G 第1形態前も安全第1で結構倒しています。第1形態後大体倒すゾンビは宿直室からの廊下、ヒューズボックス前の3体とエリオット1体、下水道シャッター開閉レバーのところの3匹、研究所 B2 ラウンジの3匹、ブレーカーボックスのところ、これらは倒しておくのを推奨します。あと必要だと思うところで使っても150発はたまります。有限ハンドガン縛り全編も動画でアップしますのでチャンネル登録と通知してお待ちいただけると幸いです。 G 第2形態は弾は使いません。この振り向き攻撃等に当たらないように。ここで肩を壊そうとしていますが失敗してます。避け方も危なかったですね。火にやられないよう近寄らない、左を抜けていればこのように攻撃は当たりません。レティクルをしっかり絞るのも弾節約に有効です。目玉の弱点に打ち込みます。目玉が一番ダメージが大きいですね。目玉は10倍、頭 0.8 倍、あとは 0.5 倍です。角川攻略本によります。本気モードですね。これは4回攻撃で最後叩きつけ攻撃チャンス。肩を狙いましょう。立ち上がる前に広いところに行きます。この攻撃は結構広いです。少し歩いた時はダッシュから叩きつけ攻撃、この叩きつけは立ち上がるまで早いので注意してください。もう少し余裕を持って逃げてください。結構目玉外してますが倒せます。飛びかかり攻撃は縛りプレイ等の時は即ゲームオーバーになりますので注意してください。向かって右に大きく回って戻るのを意識してください。弾の場所を確認しながら慎重に。ポーチに空きがないですね。ハンドガンの弾はこの生体培養ステージに4カ所計100発。シリンダー攻撃は素直に隠れていてもいいです。離れすぎてもダメなのでこのぐらいの距離に。もっと早くに逃げてください。これも外れてます。ここで4回攻撃、あと50発あります。弾を取りに行くか悩みました。攻撃します。飛びかかりだけは気をつけましょう。深追いすると左アッパーからの派生にやられます。これは叩きつけ攻撃。背中が狙えませんでした。ちょっとミスりました。追い詰められました。今のうちに回復しておきます。この袋小路に追い詰められないようにします。逃げます。飛びかかりなので背中が壊せます。目玉を壊さなくても体力 33% 以下で暴走モードになります。暴走モード以降後は柱引っこ抜き投げまで攻撃してきません。弱点目玉に弾をお見舞いしましょう。弾を取らなかったら10発ほど足りませんでした。後で回収できますけどね。柱の横に行って撃ちます。当たってるか分かりませんが手が邪魔なので潜り込んで目玉を狙います。柱を投げたら広い方に行きます。した後は叩きつけ飛びかかり、もう一度暴れるのどれかです。暴走の時に目玉を狙います。別に体でもいいです。暴走モード飛びかかり後は脇下から目玉が狙えます。攻撃範囲が広いので注意です。ここで目玉が狙いやすいですが、距離がないとやられます。暴走もしっかり距離を空けるようにしてください。叩きつけですが本気モードより隙が少ないので少し打って逃げます。開始の2段攻撃は攻撃範囲が広いです。この尻目玉を狙います。飛びかかりは離れるように逃げると衝撃波を食らいます。捕まるよりはマシですが、戻るように逃げましょう。この時点で残数150近くあります。余裕です。暴走の後は向かって右に避けると叩きつけも飛びかかりも避けれます。暴走のシリンダー投げは素直に隠れましょう。近くで避けると開始の2段攻撃をもらうことがあります。ここでもあまり離れすぎるとダッシュしてきます。ここでもう少し離れておかないと2段攻撃だと当たります。後ろ追い詰められてますね。ここは右に避けるべきでしたが、右では当たってたかもしれません。ギリギリでした。結構引っこ抜いてくるな、もうすぐ終わるだろう的なこと考えてます。今週のウィークリーチャレンジはハンドガン縛りです。ハンドガン縛りのシーンのラスボス YB です。ですのでエスタスを狙うときはセーブ箇所が変わります。最初は和2本、次に G 第2形態、最後は G 第3形態。前ではなくテリッカーが2匹いたラウンジの横のサーバールームがいいですね。この前の3本ボンベをうまく盾にして引っこ抜きを多すぎ、逃げるのめんどくさいので打ちます。少し左側寄りにいてこちらを向いたら背後に抜けます。追い詰められないようすぐに逃げます。この距離なら何が来ても避けれます。しっかりと目玉を狙いたいですが、深追いは禁物です。10発残ったらいいぐらいの感じで戦いましょう。脇から目玉が見えてなくても当たる時もあります。黄色い汁が見えます。この2段攻撃は目玉を打てるチャンスですが、速くて広いです。向こう側に行ってもよかったですが、飛びかかりか暴れだと思ってます。暴れでした。ボンベがあるのでこれ以上前に来ません。飛びかかりも余裕を持って避けれます。この位置では狙えませんね。しっかり目玉を狙えます。こんな感じで前に出てくるなら叩きつけ攻撃です。距離を取って後ろに下がりながら攻撃します。下がってませんね。少しですが目玉見えるのが分かりますか。暴れましたね。当然背中より前を狙いましょう。叩きつけも頭に置いておきましょう。避けれればハンドガンなら暴走モードも楽ですね。2回暴れなので叩きつけですね。こんな感じですかね。40発ぐらい残りましたね。いかがでしたか。距離を取っておけば勝てますね。ハンドガン縛りの動画を別で上げます。励みになりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録をしていただけると幸いです。これからまた RE4 エイダをやっていこうかと思います。次回も見てください。